んにちは、トイハッピーです。今回の動画は365ということで、去年から投稿してちょうど今日で1年経過しました。まさかここまで来るとは思わなかったです。本当に見てくれた皆様、登録してくれた方々、本当にありがとうございます。そんなわけでの雑談動画です。もうただただありがとうとしか言えないですね。本当にありがとうございます。今日時点でチャンネル登録してくださった方々は9000名様超えて、総再生がなんと534万回。いやもう本当に本当にありがとうございます。データを見てみると、再生時間が1,420,773分、時間に直すと173,696時間、日数に直すと7,237日で約20年分。そういう視点で見るとなかなか違ったものが見えてきますね。もう本当にただただ皆様ありがとうございますとしか言えません。さらにデータを見てみると、男性が全体の 76% で女性が 24%、 内容的に女性向けのものがもうほとんどない中で、この 24% っていうのはもう本当に嬉しいです。ママさんが登録してお子様が見てるっていう可能性もありますよね。さあ、さらに細かいところ見ていくと、13歳から17歳が 12%、 18歳から24歳までが 20%、 25歳から34歳が 26%、 35歳から44歳が 31.5%、 45歳から54歳が 9% で、55歳以上が 1.3%。 なんか大人の方が多いなっていう印象はありますね。さあ、続いて国別の上位10位なんですけれども、10位がシンガポール、9位がインドネシア、8位がマレーシア、7位がアメリカ、6位が台湾、5位が香港、4位がベトナム、そしてベスト3、第3位は大韓民国、第2位がタイ、そして1位が日本。圧倒的でしたね。やはり投稿している動画が特撮中心なんですけれども、まさに特撮好きは国境はないといったところでしょうか。コメントも極力返してるんですけど、やはり言葉の壁っていうのがあるので、変な表現意味合いだったらごめんなさい。また性格からか、コメントもほとんど返すようにはしてるんですけれども、たまに返信ボタンのない方がいらっしゃる場合はコメントを返せないかもしれません。その点もごめんなさい。ただこれは調べてみたら、 YouTube のアカウントと Google プラスをリンクさせると返信っていう項目が表示されるようですね。さあ、そしてどこで見られているのか、 YouTube 内が 94% で、それ以外のシェアしてくださっているサイトさんで 5%。 これらの上位のサイトは動画の説明欄にリンクを貼りますので、よろしければ覗いてみてください。と同時に共有してくださって誠にありがとうございます。さて、続いては動画、何で見られているのかというので見てみたところ、携帯電話が全体の 53%、 タブレットが 22%、 パソコンが 20%、 そしてゲーム機で 2%、 テレビで 2% です。テレビの大きい大画面だと非常に恥ずかしいですね。さらに途中からちょっと動画のサイズ自体を小さくしたので、大画面だとかなり荒くなっちゃうのかなっていう気はしますね。ちょうど去年末ぐらいまででしょうかね、サイズ大きいので撮ってたのは。途中からダウンしました。ちょうど1年前ですね、一発目でアップしたのがこちらの動画でした。早いもんですね。ガイムの中間パワーアップからもうすでに次の作品ドライブが今です。それ以外にも変なものっていうのも非常に好きなので、中華トイもちまちまとアップしてたら、これは全く予想もしてなかったんですけど、意外にもファンの方がいらっしゃるっていうのが非常に嬉しいです。全てにおいてしょぼいもの、出来はいいんだけど残念なところ、まだまだ開けてないのも結構あるんですけれども、これらもおいおい撮っていけたらなと思います。特にカイジャ4シリーズがもう個人的にめちゃくちゃハマってしまったものなので、言葉とか流れは全く分かんないんですけど、外観から入ったキャラクターですね、一目見てかっこいい、そんなところからハマったキャラクターです。
子供の頃から変なもの大好きで、特にこういうサザエボンとか一時期めちゃくちゃ流行ったんですよね。キティボンとかこれらもかなり集めてましたね。引っ越しと同時に処分してしまったんですけど、今思うともったいないなっていう気はします。当然ながらこちらのロボもあるわけなんですけども、こいつ撮影はしたんだけど編集する気にもなれないぐらいしょぼいんですよ。本当にね、ちょっと動かすとポロ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 あちこち撮れます。まあでもこの強度だったらまだマシな方で、他にも中華トイはもう遊んでるうちに破壊されるものがかなりあります。なんとか見せれる動画までには編集したいなと思うんですけど、よし編集しようっていう気にはなかなかなれなかったりします。まあ昨日アップしたこいつですね。まあ、日本製玩具と同様に買って満足しちゃったっていうのは結構あるので、開けずに積んでるっていうのがかなりあります。結構ね、中国のおもちゃって箱がでかかったりするので、しまう場所にも困ってくるので、パッケージから出して箱は処分、そうでもしないと保管場所がもういっぱいいっぱいですね。さあいずれは取っていきたいんですけど、いつになることやら。ちょうど去年は毎週日曜日に CT シリーズっていうので中華トイアップしてたんですけど、ちょっといろいろと立て込んでて動画に携わることができませんでした。そう考えると毎日1日1本2本きっちりとアップしてる人ってすごいなって尊敬します。ちなみに、まあ、ここからはちょっと裏側の公開ですね。これから動画撮ってアップする方とかいらっしゃるんであれば、少しでも参考になったら嬉しいかなって思います。ターンテーブルはウェーブっていうメーカーのブラックベーシックっていうタイプです。まあローとハイがあるので2パターンのスピードで回転できます。電池式なのでなかなかパワフルに回ってくれますが、撮影だけして編集してないんですが、サムライハオを乗っけて回した時、まあなんとか回ったんですけど、これをやって以来ターンテーブルは変な音が鳴るようになりました。ガリ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 ってなんか壊れそうな音が常になるようになっちゃってます。なのであんまり重たいものは乗っけない方がいいかなと思います。まあ、使ってるソフトはパソコンが Windows ですので、コーレルビデオスタジオっていうものを使ってます。ちょうど去年の投稿と同時に買って使い始めたソフトなんですけど、まあ、個人的にはなかなか使いやすかったりします。サウンドは各種フリー素材またはオリジナルだったりします。そしてこの上の方って動画に収めたこと今までないんですけども、上はこんな感じになってます。蛍光灯3本とレフランプ2個使用してます。反射が激しい場合は半紙とかトレーシングペーパー使ってます。レフランプは外して調整することもあります。背景の布は全体的に明るくなればいいかなと思って手芸屋さんでサテン生地を買ってきました。さらに上を見ると見えるかな、ショップライン増設してるんですよね。なのでレフランプ増やしたりとか、あとは上は棚になってます。さあもうこの形状でね、すでにお分かりかと思うんですけど、ここ実は押し入れなんですよね。押し入れの上の棚にはいろいろとおもちゃを格納してるんですけれども、今ちょうど整理中なので箱物を詰め込んだりしてます。そしてよく遊ぶものも手に届くところに置いてます。遊ばずに飾っとくのはまた別なんですけれども、基本高いところに置いとけばなくさないなっていうのがあって、常に上に置く壁があります。ですのでなかなか大型のものってこの場所では取れなかったりするんですよね。まあ、本当に手作りです。蛍光灯増設しただけなので配線も適当です。撮影に関しては本当にド素人状態なので、試行錯誤していろいろ試していく形となります。一応正面から LED ランプとか照らしたりするんですけども、反射とかあるのでこれまた難しいところですよね。でまああと過去にはこんなスタイルも試してみたんですけど、やってみて分かりました、自分には無理だと。やっぱり視点アングルどう見せたらいいのかっていうのが全くつかめないので、自分には無理だなと悟りましたね。はい、そしてカメラチェンジ。普段撮ってるカメラはこちらのカメラです。パナソニックの HXWA の30。普段子供絡みのイベントが非常に多いので、今までビデオとカメラの両手持ちだったんですけれども、このカメラは動画撮りながら写真も撮れるっていう機能がついてるし、まあ、防水対衝撃などなど
一番合ってるかなと思って使ってるんですけど、難点はバッテリーの駆動時間が極端に短いんですよね。気づいたらなくなっちゃう感じなので、これこそ中華バッテリーを5、6個常備して持ち歩いてます。動画から静止画を切り出せばいいのかなとも思うんですけど、それだとやっぱり荒くなっちゃうので、まあ固定観念かもしれないんですけど、そんな気はするんですよね。なので動画撮りながら静止画撮ったり、それぞれいろいろと使ってます。あとこのカメラの影響かどうかわかんないんですけど、まあもう一つ気になる点は、音が鳴るおもちゃ、例えばこのロクシードなんですけれども、カメラを戻してみます。わかりました？なぜか画面が歪むんですよ。なんかの動画か忘れたんですけれども、コメントで使ってるカメラはこれですねって指摘を受けた時はかなりびっくりしましたけど、やっぱりカメラごとにいろんな特徴あるんでしょうか。スピーカーから発する磁石のノイズかなとかいろいろ考えるんですけど、詳しいことは全然わかんないです。これもね、過去に聞かれたんですけれども、エンディングとか外務関連の動画で使ってるトイハッピーホットライン、これらなんですけども、これは静止画ただつなげただけです。パラパラ漫画みたいな感じですね。例えばドライブの玩具動画で使ってるこのエンディングは今1秒ずつ表示されてますけれども、今表示している部分だけでは24枚をつなげてるだけです。ちょっとここから 0.5 秒に短縮します。これをそれぞれ1枚ずつ時間調整をすると滑らかな動きになりますね。これなんかも表示は数秒なんですけれども、実際は100枚のイラストを使ってます。この他もうノリであちこちでイラストは使ってますね。このままだったり半透明にしたり、あとは実際にプリントアウトして使ってみたりとか。投稿と同時に編集も始めたので全然わからないんですが、手探りでいろいろと機能をマスターしていく感じになります。まだまだ発展途上の余地はありありなので、温かい目で見守っていただければと思います。いただくコメントは全て目を通して一喜一憂しております。応援コメントとかもらうと本当に涙もろいので、リアルに涙流したりしてますから、今日のこの動画を出せたことが本当にありがたく思ってるし、めちゃくちゃ嬉しいです。まあね、今のこの流してんのは今のところお蔵入りの動画ですね。決まった形っていうのはないと思うので、いろいろ試してはいるんですけどね、まあ、それがいいのか悪いのかわからないんですが、今後も試行錯誤しながらアップできたらなと思います。ちょうど今気にしてこだわってるのは、玩具のいじってる時のカチカチ音とかギシギシ音とか、おもちゃから発するそのものの音っていうのを大事にしたいなっていうのは意識してますね。あとはなんで手袋してんのとかよく言われるんですけど、廃盤玩具とか絶版玩具遊ぶ時はいつも手袋はしてるんですよね。あとは動画投稿するにあたって画面の中の主役はやはりおもちゃですので、手は黒子に徹した方がいいのかなっていうのもありますし、気になっちゃう人はやはり気になる部分だと思うし、まあこのスタイルでいけたらなと思います。あんまり細かいおもちゃはねなしでやるかもしれません。この1年本当にいろいろありました。やはり今月頭に YouTube スペース東京に行けたのが何よりも嬉しかったりもします。まあいいことだけじゃなくて、去年はこの動画でまあね気づいた方もいるんですけど、2回骨折ってんですよね。まあこのね、腕骨折もそうだし足骨折もそうだし、不運に見舞われた年でもあったりもしました。今後も皆様の少しでも暇つぶしになれたらなと思いますので、この先もどうぞよろしくお願いいたします。もう本当にありがとうございます。ただそれだけです。交流してくださっている方々本当にありがとうございます。以上トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。